Welcome to Kyoto. Welcome to 夢屋八幡 TV、京都から真の日本の歴史を発信してまいります。今日は富士の森神社に来ております。こちらが、伏見街道ですね。まっすぐ行きますと伏見稲荷大社の方向、それと東福寺とつながります。鳥羽伏見の戦いの戦場だったですね。伏見のお稲荷さんの時に申しましたけれども、今伏見稲荷大社のある場所にはもともと富士の森神社がございました。いろいろな説があるようですが、空海がこちらへ移設させたということになっております。立派な狛犬と獅子です。右側が獅子と言います。左側が狛犬ですね。ちょっと頭の上に角が残っております。これユニコーンです。ユダヤのエフライム族の象徴で、獅子はユダ族ですね。ですから日本という国は北イスラエル帝国と南ユダ帝国王国が合体した国であるということを暗に示しております。それでは参道に参ります。先ほどありましたように、勝負の節句の発祥の地と言われております。5月5日には大祭が行われまして、掛け馬神事、それと3基の おみこしが出ます。競馬なんかする方はこちらへ来て、お祈りするようです。勝運の神様、馬の社と言われております。設立されたのは伏見稲荷大社などよりもだいぶ古く、神宮皇后の時であるということです。2003年と言われてますが、3世紀ぐらいですかね。神宮皇后とは八幡神とされております応神天皇の母君です。三冠征伐で有名で、三冠征伐に勝利して、こちらに社を建てたという言われになっております。こちらの狛犬、獅子の角がはっきりと分かります。まずは本殿に参ります。立派な本殿です。京都御所の賢所を中帝天皇の頃にこちらへ移設したものということです。主人はスサノオノミコトですが、日本書紀の編纂に関わりましたトレニシンノをお祭りしております。
富士の森神社で富士ですが、こちらはアジサイの神社として有名です。6月にはきれいなアジサイが咲きます。伏見ですんで水を伏せておりまして、地下水が非常に豊富です。伏見は伏せる見ると書きますが、伏せる水とも書きます。こちらが、神宮皇后が腰掛けたというところですね。5月の節句にちなんでおりますね。昔は菖蒲を家の屋根に投げたものですが、今はもうマンションが多くなってそういうこともなくなってきましたね。はい、神宮皇后に関わるものとして、応仁天皇の八幡宮が祀られております。重要文化財ですね。根岸社です。大将軍社です。平安京の守りを守っておる社殿です。桓武天皇が平安京遷都に際して都の四方に大将軍社を祀られ、その南の方の守護神としてこちらは祀られているということです。こちらは天満宮ですね。御霊社でもあると言われております。祟り神を鎮める社ということですね。格式のある社殿です。切妻造りと言われています。舎人親王です。平安京ができる前の方ですけれども、一度考えてみたいと思っております。
拝殿を通ります。こちらで5月5日に掛け馬神事が催されます。流行り病で2年ほどなかったですが、今年はございました。まあですね、宝物殿です。平家物語などにも出てくるようですね。勝負ですかね、これはね。大変大きな神社です。皆さん伏見稲荷大社ばかり多くお参りされますけれども、こちらの方にも来られたらいろいろと歴史なんかも教えると思いますが、理解できると思われます。11月は七五三参ですね。紫陽花園ですかね。花が咲くと非常に綺麗です。本殿の方に戻ります。伏見稲荷大社の時に申しましたが、伏見街道、本町通り、今の本町通りですけれども、そちらの方々は富士の森神社の氏子となります。伏見稲荷大社の氏子は昨日参りました当時の方になります。ですんで、今年はおみこしは担がなかったですけれども、通常おみこしを担いで伏見稲荷大社の中に入って土地返せというらしいです。1200年ほど前の話です。京都では普通に1200、300年前のことをそのように申します。昨日の後家の方も当時の方に来る前は佐賀の方におたんや言うて、後神社というのがあるんですけどね、そういうふうに言われておりました。
よく言われるのに応仁の乱が先の大戦だと言われますが、あんまりそれは聞いたことないですけれども、まあ、1000年前ぐらいのことは普通に言われるようです。ですがユダヤは4000年前ぐらいのことを考えていますんで、ちょっとそこは向こうの方が上かもしれません。これが本殿です。それでは今日はここまでにします。ありがとうございました。